FC スパルタクトルナバは、スロバキア西部の都市、トルナバを本拠地とするサッカークラブ。スロバキアで最も成功を収めたクラブの一つである。1923年5月30日、アマチュアサッカークラブであった、キロ、聖地とキロの合併によって TSS トルナバという名前で設立された。1967年、チェコスロバキアカップ決勝に進出し、 AC スパルタプラハと対戦すると、2戦合計6から2でスパルタプラハを下して、クラブ初のメジャータイトルを獲得した。この優勝によって、翌1967から68シーズンの UEFA カップウィーナーズカップ1967から68出場権を獲得した。史上初の欧州大会参戦である。カップウィーナーズカップでは1回戦で、 スイスの FC ローザンヌスポルトと対戦し、4から3で勝利して2回戦へと駒を進めたが、2回戦で、ロシアの FC トルペドモスクワに敗れて、欧州大会初挑戦は幕を閉じた。また、このシーズンから、チェコスロバキアリーグを2連覇、1シーズン挟んで1970から71シーズンから、同リーグを3連覇している。1970年代では、 三度のリーグ優勝、二度のカップ戦優勝を果たすなど、クラブの黄金時代を築いた。この黄金時代には、チェコスロバキア代表のストライカーであるヨゼフ・アダ・メツが、いた。1986年、最後のタイトル獲得から9年間の時を経て4度目となるカップ戦制覇を経験した。1993年に、チェコスロバキアが分離独立すると、 スロバキア一部リーグに出場することになった。独立以降、リーグ上位を保っており、1997から98シーズンには、スロバキアカップ優勝を成し遂げたが、リーグ優勝からは遠ざかっていた。しかし、2017から18シーズン、チェコスロバキア時代から数えて、およそ50年ぶりにスロバキアリーグ優勝を達成し、翌シーズンには再びカップ戦を制覇した。 この2018年、現行の体制に変更されてからは、初めての出場となる UEFA チャンピオンズリーグに、予選3回戦から参戦したが、セルビアのレッドスターベオグラードに2戦、合計2の3で敗れ、本戦出場は叶わなかった。ありがとうございます。